佐賀県です佐賀県は伊万里市伊万里焼などが有名で白地にこう絵が入っていてかつて輸出などとてもされていましたそういうい意味でではこう豊かな文化があるところですでそれはやっぱり朝鮮半島やえ中国大陸ととても近くて輸出をするあるいは向こうから文化が来るえ向こうからも輸入するそういう文化のすごい結節点だったんじゃないでしょうか。 最近弥生式の集落が発見をされました邪馬台国じゃないかとこう言われています分からないけれども、えー、九州は本当にそれこそ朝鮮半島や中国大陸と本当に近くてものすごい交流があって、えー、そこに文化があったんじゃないか邪馬台国があったんじゃないかというふうにも思っています。どううでしょうかそしょかそて佐賀には 限界原発があります福岡や周りの人たちも反対をしたり佐賀県の中でも反対がありますこの限界原発まさに廃炉にできるように再稼働を本当に止めていくえそのことを一緒にやっていきたいというふうに思っています